リスティアーノ・ロナウド、YouTube チャンネル解説12時間で1000万人超えの最速記録 WWW。クリスティアーノ・ロナウドが YouTube チャンネルを開設し、たったの12時間で1000万人の登録者数を達成。YouTube チャンネルとして世界記録を塗り替えました。もう彼は全てが別次元。ちなみに90分で100万人達成してる。サッカーと同様にたった90分で世界を変える男。MR。ビースト、震えて眠れ。さすが、コカ・コーラを下げただけで、コーラの株価4500億円下げた男。影響力が段違い。普段のトレーニング配信するだけで、毎回1億再生とかいきそう。クリスティアーノのモーニングルーティン、ナイトルーティンはお金払ってみるレベル。2024年8月22日現在、登録者1400万です。WWW。豆知識。過去、最速登録者1000万人超えは MR、ビーストの132日だったが、ロナウドが12時間で1000万人超えして、記録更新。明日にはヒカキン超えてるよ。1日に10本以上動画上げてて、ヤウチューバーとしてもストイックなの草。なんか、ウーバーイーツぐらいのスピードでもう、金の盾届いてて草。インフルエンサーとしても、歴代最高だろこれ。ロナウドの知名度も、ガチで世界一だと思う。ひたすら、辻トレ動画を上げるだけでも嬉しい。キマグレンとのコラボ動画楽しみ。